どうも、お疲れ様です。3月23日、朝6時の相場解説、FX オリガ返しと速価地区限定動画の方をお送りしたいと思います。えっ、ー、とね、材料が入りまして、FRB0.25% の利上げの継続ということでございました。えー、ということでね、133円のラインをお達するかと思って、ずっとね、昨日は見ていたんですけど、待っていたんですけども、まあちょっとだけ上がったんですが、切り返して、窓を作って、 ドガーンとここまで落ちてきましたというのが大まかな流れですまあこれを前提にお送りしたいと思いますはいまず冷やしからですね冷やしは順調に上がっていた陽線から一転して陰線の方に入ってきましたしかもちょっとだけ上冷え立ってますね上冷えが出ている陰線ですですんですぐに大きく上昇することはないのかなと でも、緩やかにまたね、上の方に上がってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、というのが、十分な下落はしたんで、ここからは、あの、こっちの方に向かうっていう判断。これは昨日までと変わりません。で、一時的に材料で下の方に行っちゃったかなっていうのはね、えー、今回お伝えしたことですけどもね。で、4時間の方を見ていきます。はい、4時間はどうなってるでしょうか。はい、えー、順調に下落をしていって、そこからよじ登っていくように、 登り始めた矢先にドカーンと落ちちゃいましたね。で、この辺りまでの下落のレジサボラインがあるんじゃないかなというふうに思っています。で、ここからおそらく、まあ窓を埋めるような形で上昇していくんじゃないかなと私は踏んでますね。下下げ圧力はまあ一旦ここまでだというふうな判断です。はい、じゃあ1時間を見ていきます。1時間を見ると結局窓を開けたところから1円半ばぐらいまで1.5円ぐらいの 下落幅を作ったんじゃなないいかなと思いますで、えー、トレンドの方向はもうすでに変わっていてこっちに切り替わってますのでここからねもう右肩上がりになるんじゃないかなと思って私はもうすでに新しい倍のポジションを持っております、えー、ですねもう入ってもいいですしもうちょっと様子を見るようでしたら様子を見てもいいのかなと要するにここからねあの私はもう上昇する方向にしか今見えてないんですよもうここで あの上下転換しましまたんでねで今あくまでも右肩上がりになっているこのチャンネルラインを作りつつあるところその最中に、えー、材料で下落しただけなんでまたこっちの流れに戻ってくると思うんですよねまあそういう形で結局はまた133円の方に向かうんではないかなっていうのが、えー、私の考えであり、えー、その方針のもと黙金を送ろうと思います、えー、もちろんね別の見方が今後入ってくるのでしたら素直に、えー 気持ちを切りり替えて別の戦略になりますけどもね今のところは右肩上がりに向かうと価格にして今131円の354あたりですけども362とかね354あたりですけども、えー、これからね131円の50とか60とか引いては132円の方向に行くんではなかろうかという気持ちで木金を勝負していきますそれではお疲れ様ですまた追加放送しますんでお待ちください